地図と Google Earth で見るバーチャル廃線ツアー。今回は秋田中央交通線です。秋田中央交通線ですが、僕も詳しくは情報知らないんですが、Wikipedia を見てみると、秋田県の八郎潟駅と五城目駅の間を結んでいて、開業は1922年、廃止は1969年だったということです。まず地図を八郎潟駅にしてみましょう。これが今の八郎潟駅の地図ですね。地理院地図は航空写真が見れるので、航空写真を見ていきます。年代別の写真で、最新の写真がこちら。下に2014年撮影とありますので、その時期の撮影です。そして線路は1969年廃止なので、60年代の写真を見ていきます。こちらですね、白黒ですね。線路をたどっていく前に、終点の5条目がどこにあったかっていうのを確認しておきたいと思います。それが、ちょっとズームアウトすると、5条目町というのが、ここが市街地ですね。この辺りが5条目だったので、そんなに距離は長くないです。距離はだいたい4キロ、3.8キロなので、この区間を結んでいたということになります。それでは、航空写真でたどっていきましょう。これが昔の八郎潟駅ですね。今の写真と比べるとほとんど変わってません。南北に走っているのは奥羽本線で今もあります。そして、60年代の写真だと、ここちょっと画質が荒いんですが、ここに別の駅があるのが分かりますかね。今の八郎潟駅は、ここに駅舎が、これであるのが分かるんですが、昔はここにも何か建物があったように見えるのが分かるかと思います。おそらくこれが秋田中央交通線の駅舎だったのかなと思います。で、今回は Google Earth も使って見ていくんですが、Google Earth の方がこちらですね。八郎潟駅になります。こうなってます。これと比べると、おそらくここの駅舎のあったところが、この部分になるかと思うんで、ちょっとそこを見てみましょう。このような感じですね。今はちょっともう駅は全然ない感じですね。もう当然、奥羽本線の JR の駅は向こう側にあるんですけれども、ここはこのように舗装された道と、駐輪場になってるんですが、おそらくここまで跨線橋は同じように、これは新しい跨線橋ですけれども、同じように跨線橋があったんじゃないかなと思います。さあ、ここをずっと辿っていくと、この白い筋がおそらく昔の線路だと思います。このルートですね。線路が走っているように見えます。最新の写真だと、ここは、当然今はもう線路がないんですが、道路にもう変わっているという感じですね。ここがかなりぐっと東に向かっているので、これから五条目の方に行くぞという強い意志を感じるカーブですね。これが衛星写真、現状は、ちょっと遠いですね。戻って、この部分になりますので、ここをちょっと見てみましょう。このような感じで、カーブしますね。この緩いカーブが結構鉄道独特のカーブですよね。ここ道路、2車線分ぐらいある道路なんですけど、ちょっと広めにあるのは、昔もう道路と線路でそれぞれ使ってた幅を全て道路にしたんで、ちょっと広い
道路になってるんじゃないかなというような予想はできますね。まあ、こうしてカーブをしていくと。鉄道独特の緩いカーブで。さあ、この先行ってみましょう。線路は航空写真、昔の航空写真を見ると、おそらくこのルートですね。今は、そのまま道路に転用されているようですね。ストリートビューでもこの続きですが、この道路の、おそらく昔の航空写真を見ると、この道路の一番北側の端に沿って走ってたような感じに見えるんですよね。なんで、今のこの道路の一番左側ですね、この画面で見ると。歩道なんですけど、歩道にしてはちょっと確かにおかしくて、例えば歩道って、まあ道路から一段高かったりするんですが、それもない。で、昔の歩道はこんなに広く、あまり取られてないことが多かったと思うんで、そうすると、ちょうどこの幅が、ちょうど線路が一本あったような幅なんじゃないかなという予想はできます。もう当然、もうすでに50年近く、50年、60年経った話ですので、現地、昔とどういうふうに変わってたかっていうのは、わかりませんが、なんかそういう雰囲気がする見た目ですね。さて、どんどん進んでいきましょう。ここの細い筋が、道路の上の細い筋がおそらく線路じゃないかなと思います。で、あ、これが車両だと思いますね。つまり、その時走っていた汽車ですね。先頭のちっちゃいのがおそらく機関車で、後ろの2両が客車と貨車かな。まあ、客車だけかもしれないし。まあ、それが車両だったというような、ちょっとこれは、そういう風な、まあ、もしかすると全然違うかもしれないですけど、そういう風な感じがします。そして、ここですね。が、ウィキペディアによると、ここが、一つ目の駅、川崎駅だった。八郎潟から五条目までは、八郎潟、川崎、高校前五条目と、まあ、4駅あったということなんですが、これが、その中間駅の一つ、川崎駅だったと。この部分だったというふうになっています。この道路の上の白い筋がここを通ってますので、そこに沿って、ここに駅があった。これも、現状を見てみましょう。そうですね。ここの歩道が、おそらくそのまま昔の線路跡な感じがかなりしますが、これが今の秋田自動車道を越して、あれ？あ、ここですね。あ、ちょっと待ってくださいね。これが地理院地図の昔の川崎駅の跡ですが、これと現在の地図を重ねると、このような形ですね。おそらく現在のこの緑で、その道路の中に残っている部分、これが川崎駅だったと予想できます。では、この Google Earth の方だと、この部分ですね。なんで、この部分ちょっと降りてみましょう。警察の方が いいですね。これですね。これ。この確かに一段ちょっと高くなってる部分が、おそらく駅だったのかなと。ここ高いですよね。周りより一段。これが駅だったのかなというような感じがしますね。まあ、道路の北側、この部分ですね、が線路の跡で、この一段高い部分が駅のホーム
だったと予想されます。だ駅の跡としては結構道路に取り壊せられて道路になってるとかではなく、しっかり駅のホームとしては残ってるということですかね。はい。じゃあ次の駅へ進んでいきましょう。60年代の写真にします。まあ、わかりづらいんですが、おそらくここが線路の跡だと思われます。線路は直線的にしか走らないですね。車の道路っていうのは、車が直角に曲がれたりするので、結構急なカーブになってるんですが、鉄道は、急なカーブはできないので、こう、かなり直線的になってることが多いんですが、おそらくこの場合もこのまっすぐ行く方、そしてちょっと道路より細い、単線だと思うんですけれども、それが線路の跡じゃないかなというような感じですね。だからこっちが道路で、この部分ではこの南を走ってる、細い線が線路ではないかなというところです。そして、ここですね。これが途中駅の2つ目、高校前駅のおそらくあった場所かなと思います。この部分ちょっと、現在の写真と比べてみましょう。と、ちょっと見ると、線路は、こう走ってました。西から東へ。それに、今重ねると、おそらく線路が走ったのはこのルートですね。かなり新しい太い道路ができたんです。昔の道路は、ここをちょっと北側に迂回して、ここもカーブをしていたんですが、今は、これが旧道、昔の道なんですが、今はこの新しい道、むしろこの線路の跡を使って新しい道を作ったような形になってますね。で、ここに高校前、まあ、昔の写真とここに、駅の北側に、これがグラウンドだと思うんで、おそらくこれが高校だったと思うんですが、ここに、ここのちょっと、さっきの川崎駅と同じように、道路との間に隙間がある。これが駅だったと思われます。これが、今は、もう完全に、道路の中みたいな感じですね。ここもちょっと見ていきましょう。はい。ちょっと曲がっちゃってましたが。これですね。これがちょっと地理院地図の写真からもさらに道路の形状が変わってる ますね。この部分が Google Earth の新しい写真だともうまっすぐになってますね。で、さっき言ってた道路の旧道がこれ。で、線路の跡はおそらくこのラインかなというところです。で、昔の高校前駅があったのがこの部分なので、ちょっと今でもなんか少し面影がありそうな形をしてますが、Google Earth とここですね。ここをちょっとじゃあ見てみましょう。さっきの川崎駅とは違ってあんまり、なんか、ちょっとエラーが出たんですが、こんな感じですね。高校前駅の。ここのちょっと歩道が広がってる部分は、怪しいかなと思うんですが、まあ、ちょっとさっきの川崎駅とは違って、あんまり跡があるという感じがしないですかね。この膨らんでる部分はむしろ昔の写真だと、道路自体がここを、こう膨らんで走っていたので、この膨らみで昔の道路があったというような感じで、おそらく駅自体はもう道路の中に消えてしまったかなというところ
ですね。ちなみに、元のルートだと、ここまで歩道が、最初に言った広い歩道が、こうありますので、この後、線路はまっすぐ行ってたので、こっちの歩道は新しいと思うんですけど、ここぐらいまでは、昔からある形なんじゃないかなと予想されるんですが、どうなのかな？おや？ これは、ちょっと、わかりづらいですね。それでもやっぱり。かなり痕跡は消えてしまってる方かなというところですね。それではちょっと先に進みましょう。地理地図でここが高校前駅でした。で、線路は、この部分、ここで道路と斜めに交差をして、道路の南側を今走っています。で、写真で見ると、この細い線は、ここで、ちょっと道路から離れて、そのまま、ここですね。これが、終点の五条目駅になります。おそらく駅舎がこれですね。前に止まっている、この白い長い形が、駅前にいたバスかなというふうに予想はできます。で、ここに、何本か線路が広がっているように見えますね。これが今の形だと、最新航空写真だと、だいぶ、形が変わってて分かりづらいんですが、五条目駅の跡地は、秋田中央交通のバスの営業所に今なっているということなので、このように同じようにですね、バスが並んでるような風に見えるのが、分かるかなと思います。ただ、ここに新しい道路が、この部分ですね、新しい道路ができているので、比較すると分かるんですが、ちょっとかなり形が分かりづらいかなと思います。この部分で、なんか田んぼの中の川を渡って、ここで終点になってるんですが、終点の駅の場所もちょっと、バスの車庫の敷地内ではあるんですが、分かりづらいですね。ここも橋がなくなってしまっているので、ちょっと分からないなという感じですね。ここもちょっとストリートビューで見てみましょう。さあ、この道ですね。この道。線路の跡地を含めて道を拡幅したような感じかなと思うんですが、川を渡ってたのはこの部分。見てみましょう。これもバスの、施設だと思うんで、線路は秋田中央交通が持ってたので、そのまま線路の跡地、敷地を秋田中央交通がバス用の敷地として使ってるっていう可能性は大いにあるかなと思います。だからこの出口の、ちょっとみど、道路っぽく車が走ったようになってると、ここは跡地だった可能性かなりあるかなと思うんですが、反対側はちょっともう、痕跡がないですね。お鍋屋さんは美味しそうですが ここを南へ出て、これが新しくできた道ですね。これを、さらに東の方へ行くと見えてきました。これがバスの車庫です。これが、昔の駅の跡地でしたというところですね。これで、八郎潟駅から五条目駅まで、線路の跡をたどってきたような形になります。こういうふうに、バスの車庫になっている部分が昔の五条目駅でしたという形ですが、昔の五条目駅の駅はこちらなので、今の道路だと、この道路から車庫を見るような感じになりますが、昔は、ここに道路はないので、
この部分、この道が大きな道で、こっから出入りしたかなと思います。今もこの道は残ってますね。ちょっとそこも見てみましょう。ウッドロードって言うんですね。この道がなかったので、ここら辺に駅舎があったと。で、まあ、つまりどういうことかっていうと、駅舎、昔、鉄道の駅を降りた人がどういった景色を見てたのかっていうところですね。まあ、これが先ほど見た、バスの営業所の裏側になるわけですが、駅を降りた人はこの細い道しか出入り口になかったので、ここに今もし線路が残ってれば、駅をここに降りてこの道を歩いて出てくという感じなんですが、このお店、食堂の跡ですね。これも食堂ですね。あれここは何屋さんですかね。で、ここも食堂ですね。ということは、ここに食堂がいくつもあるんですよ。まあ、こっちもちょっともう空き家というか、壊れてない、これなくなったお店のように見えますし、まあ、こっちもお肉屋さんなんですが、つまり、駅を降りた人たちを、まあ、この道を歩くわけですから、そこにお店がかなり集積したっていうことが、このストリートビューからかなりはっきり、これで読み取れますよね。つまり、昔は駅ビルとかないわけですから、駅を降りて、まあ、人と別れたり、人と出会ったり、まあ、これから列車に乗る、まあ、逆に列車でここに着いた、あとで食事をするって時、ここに食堂が並んでいたということになりますね。これが昔のメインルートだったわけです。やっぱ駅前、昔の駅前を見ると、ちょっと歴史が見えたりしますね。ちょっと、ここはかなりはっきり食堂が集まってたので、よく駅前に郵便局とかありますが、ちょっとこれは今もその痕跡が残っていて、感動しますね。はい。ということで、秋田中央交通、八郎潟駅から五条目駅までをたどっていきました。ちょっと五条目の歴史を、まあほんの少しですけど、ちょっと見れたような気がして、この食堂が残ったのはちょっと嬉しかったですね。それではありがとうございました。またお会いしましょう。